それでは計算基礎学一の第十一回目の授業をこれから始めますまず前回の授業のまとめです前回は拡張ユークリット補助法の応用としまして中国需要産法拡張ユークリット補助法を用いた中国需要定理の計算法について説明をしました今回は 拡張ユークリッド互除法のまた別の応用としまして、有理数の最高性について論じたいと思います。それでは有理数の最高性の話題に入ります。テキストでは第四点十二節七十ページからです。ここではまずはじめに有理数を常用関に埋め込んでの計算法について解説します。 その有理数を常用管に埋め込んでの計算なんですけれども今回はこのような例題を取り上げたいと思います。5分の2プラス3分の1が15分の11になるという計算なんですけれどもこの計算を見てみますと一応この計算結果の分母が15という有限の値になっておりましてそれから計算結果の分子の11分子も11という有限の値になっております。で従いましてその まあ与えられた有利数ですね5分の2とか3分の1からその計算結果の分母や分子の,その値の大きさを見積もることができればその,その範囲内で,の、えー、で表せるその有利数の組み合わせっていうのは有限項通りにありますからそうするとこれをその弦の個数が有限項の常用感に埋め込んで、まあ、あの同じような計算をできるのではないかというのが、えーまあ、この計算結 有数に埋め込んだあの計算の動機ですで、まあ、なぜわざわざこのような面倒なことをするのかということを疑問を持つ人もいるかもしれませんがと、まあ、一般にその計算機上でですねこの有理数演算を行うというのはかかかなりりの計算コストがかかります特に有理数同士の,その足し算などをしようとしてもその分母をそれえるための通分などの操作がありましてそうすると まあ場合によってはその分数の,有あの分母の桁数がですねどんどん大きくなってしまって、まあ、それが計算効率に影響を与えるというようなこともありえます。で一方で、まあ、あのこのようなその有理数の計算結果からですねある程度分かるような情報をもとにその有理数をその徐々に埋め込んで計算しますと。 基本的には整数演算で済みますのでそうするとその計算の効率化を図ることが期待できますそこでここでは以下のような設定でその有利数を常用間に埋め込んで計算を行うことを考えます今与えられた有利数を t 分の r としますで r と t は共に整数ですでこれを そのある十分な素数 P を持ってきまして、まあ、Z overPZ の乗用感の元として表現します。でここでまああの P はあの家庭から素数で与えておりますのでこの乗用感 Z overPZ の元の A というのはあの情報の逆円を持つということが分かります。でえー、とこれを この情報の逆転をですねあのこちらその下にの式にありますようにあの t のインバースというふうに書くことにします。まあ、t のインバースは、まあ、t と書けますと p を法として1に行動になるというようなあの重用感の値です。でそこでその、まあ、与えられた有利数、えー、と t 分の r というのを今求めたその t, t の情報の逆転 t インバースを用いて その r かける t インバースという形で、この z とバー p z の重要感情で表します。で、えっと、この分母に相当するこの t インバースの計算ですけれども、これは、あの以前、この授業でありました。その p を法とする法逆元の計算で求めることができます。 以上を踏まえて今回の例題に対してその乗用感での計算を進める上での準備をしましょう。えっと、今考えていたあの例題は5分の2プラス3分の1イコール15分の11という計算でした。で、えっと、これでその有理数 t 分の r に対してこの、えっと分,えっと、分子の,あの絶対値ですね r がまあ15で上から押さえられる。 それからあと分母の絶対値 t が16で上から押さえられると仮定しましてでこの r と t の積の2倍の値を計算しますそうしますとここでこれは 2×240 でその480と出るんですけれどもこの480よりも大きい素数 p をここで選ぶことにしますこの根拠についてはこの後で述べます でそこでまあ今回はその480より大きなまあ素数 P の中から487を選びましたえ次のステップでは加えられる有利数五分の二をその Z over487Z の乗用感への埋め込みを行いますでこれはまずその5のあの 47487を法とする5の逆減を計算するわけですが、えこの計算はその法逆減の計算の手法からその487とその5から始まるその拡張ゆっくりとド除法で計算することができます。で、えー、まあこの計算をですね拡張ゆっくりとド除法のに従いまして、まあこちらのスライドにあるように計算していきますと、まあ R3T3S3T3 がですねえー、と1と マイナス2と195という組みとして計算されます。で以上の結果から、その、えー、とマイナス2掛ける487プラス1195掛ける5が1に等しいことが分かりましたので、えー、このことをまあの487を法とする常用算で表しますと、えー、と5掛ける195が487を法としてまあ1に行動であるということから、えー、とこの 487を放とする5の逆減は195であるということがわかりますでそこで、えー、この、えー、と Z オーバー 487Z の常用環状でその5分の2を埋め込む際には、えー、と分子の2にそれから分母の、えー、にあたりその5の逆数の上方の逆数の195をかけた値、えー、390として、えー、とこの390を、まあ、5分の2と同じ、えー、値 原として思ってまあ Z オーバー 487Z の常用管に埋め込むというわけです、えー、では次に加える方の数3分の1を同じく常用管 Z オーバー 487Z への埋め込みをすることにしますでこれは先ほどと同様に487を法とする3の逆減を計算しますので、えっと、まずこれはその4 とその3から始ままる各所ュークリトのご助法を計算しますでまあこのスライドにあるように計算しますと R2S2T2 が1と1とマイナス162という組みとして計算されます。以上の計算結果から1が1に等しいことが分かりましたでこのことはその487を法としますと まあ3 ×百1 6 2が487を法として1に行動であるということですからで3のですね487を法とする逆減が −162 でえとこの百1 6 2と487を法として合同な正の数は325ということが分かります。ということで えとこのですね 3, 3分の1有リ数3分の1は、えー、とこの徐々感 z over487z では325という数として埋めこの徐用間に埋め込むことにしますで。以上で5分の2と3分の1をそれぞれ徐々感 z over487z に埋め込みましたのでその埋め込んだ整数同士の計算を行います。 そうしますとその乗用感では390プラス325で715とでこれを487で割った乗用として228という結果が得られます。で、えー、とただいまの計算からですねその4 8バ z over487z という乗用感で、まあ、228という計算結果が得られたのですが、えーとまあ、たまたまそういう数が得られた のかもしれませんので、えっと次に確認することというのがあの次のようなことがあります。まず、そのまあ、t 分の r ですね。t 分の r イコール r かける t のインバースがえっと。487を法として228に、えー、合同になるような。その有理数、えー、t 分の r もしくは整数 r と t が存在するかどうかということで、えー、もし仮にですね。 この最初の条件を満たす r と t が存在した場合にそれらが我々が本来計算したかった計算結果である15分の11に対応しているかと,えと以上のことを確認する必要があります。そこでとりあえずその拡張ゆっくりとご情報を使いましてこの有利数15分の11をその常用感 z×487z にえと埋め込む計算をやってみたいと思います。 まず最初に、えっと、この15分の11の分母が15ですのでを、えっと、を法とする15の逆を計算するるの逆計算ことにします。でこれは、えっと、拡張ゆっくりとご情法で、えっとまあ、487と15からですね上位を計算していけばいいですので実際に計算をしますとこの R3S3T3 の結果が1とマイナス2と65の組みとして求まります。 えと以上の計算結果からマイナ− 2かける4 8 7プラス6 5ける1 5が1に等しいことが分かりましたので、えー、そうしますとその487を法としますこの15の逆減というのは、まあ、65というふうに出てきます。で、えー、とこれでですねこれをこの15の逆減、えー、情報の逆減65を使ってその15分の11というのをこの 常用管ですね、z×487z に埋め込むことにしますと、これが 11×65 で715。715を487で割った常用が228ということで、えー、と先ほどの,です、ね、あの計算結果と一致します、この228というのは。ですので、えー、どうやら、 先ほどの計算結果はこの常用管で15分の11という有利数に対応する数であるある,あるだろうということが、まあ、この時点でまあ推測できます、えー、と次に常用のでの整数228から、えー、と実際にその有利数15分の11を復元してみましょうでその計算はこちらにありますようにその えとまあ用感の方ですね487とそれからえと与えられた原因228から始まる拡張ユークリット誤助法を計算します。でえと今回まあこのようなスライドにあるような形で計算しますけれどもえここでのポイントはその乗用 rj がですねそのっと,と今与えたえと上回の15以下になった段階で えーと計算を終了すするというもので,すでこの場合は R3 があの11になりまして、まあ、この段階でこの15以下の条件を満たしておりますので、まあ、ここで計算を打ち切ります。で、えー、と以上の結果からこちらのスライドにありますように、えー、と11イコール マイナス7かける487プラス228かける15という関係式が得られました。これをその487を法とする合同式にしますと、この11がえーと487を法として15かける228に合同であるということを言っています。えー、ここでですね まあ15というのが、えー、と実は、えー、この1一分十5分の11という有理数の、まあ、15をですね両辺にこの合同式の両辺にかけたものだと思うと、まあ、この合同式の結果からその、まあ、15分の11が、えー、と復元できたということですねこの487を法とする計算結果が228で,でそれがえっ、ー、と 15倍すると11に合同であるということが言えたということは、まあ、あの元の有理数でいうとこの15分の11がこの常用間で228に対応する弦であるということが言えたということになります。でこのことで、まあ、r=11t=15 イコール11、t、イコール15と置くことで、まあ、あの計算結果の t 分の r という有理数が、まあ、復元できたということになります。 で今回の有理数の再構成はこれから述べますそのテキストの定理4.82に基づいて行われておりますので、まあ、これをあの紹介しておきます。えっと、今 N と B と R スターと T スターを整数としましてで、えっと、B は0以上 N 未満それから R スターも0以上 N 未満で T スターは正の値とします。で、 えっと、n と a と b から始まるその拡張ユークリット誤助法による乗用を計算しまして、まあ、その組をそのそしてこの拡張ユークリットの誤助法の乗用 riRj に対してこの Rj が r スター以下になるような最小のインデックスを j というふうに置きます。 でえー、とこの時のその J 番目のこの RST をそれぞれ R'S'T' というふうに置きます。でさらにあるその整数 R と S と T があの存在していてでこの RST の間には R=NS+BT イコール、NS、プラス、BT、という関係式が成り立ちでさらに R'S'T R スター r はあーと n の絶対値以上それから、えーと t, スえー、と t の絶対値は、えー、と正でかつ t スター以下であるという仮定が成り立っているものとします。えー、とこの時、えー、と次が成り立っているというのが、まあ、この定理の主張で一、まあ、つ目としましては のまあ、t' の絶対値が、えー、t' 以下であるということそれから2、えー、つ目は n がその r' と t' の積の2倍より大きければ、まあ、ある、えー、と0でない整数9が存在して、えー、と r が、えー、r' の9倍それから s が s' の9倍、えー、t が、えー、t' の9倍と。 いう性質が成り立つというのはまあこの定理の主張です。まあ証明はあの時間の都合で省略しますが、あのえっとまあテキストの方ですね。あの関心のある人は参照してください。